これ今年撮った桜なんだけど、なんていうんかな、あの水道局であってんのかな、なんかあの水道関係のとこのやつよ水道関係のとこのやつ、どって、どっから行ったらいいかな、福山方面から行ったら2号線のところから芦田川のところ、鹿島橋だっけ、あれ、あっこの橋のところ2号線のところ、で広島方面から岡山方面に2号線まっすぐ行ってたら、その鹿島橋渡り切ったところかな、そこを左に曲がってまっすぐ土手沿いに、芦田川土手沿いに行ってたら右手にある感じかな、そんな感じで合ってると思う。まあまあほぼ神鍋とか三幸とかあの辺かな大体あの辺、大体その辺、三幸とかその辺だと思う、うん、ここ何気になんかなんていう、何の変哲もない場所なんだけど、結構毎年なんか車が止まってて、なんかここで桜楽しむみたいな人多いみたい。周囲はこんな感じでさ、マジで何もないんよ、マジで何もなくて川があるみたいな。でも車いっぱい止まっとるじゃろ、逆を向くとこんな感じ、いいよねこの感じなんか田舎っぽくって、この、右の端っこに見えるのがあのさっきの特徴的な建物ね。この時どれくらいだったのか、3月の半ばは過ぎて、んで3月の後半くらいだったと思う。4月までは行ってないくらい、うん、でもちょっと散り始めてたのかな、ちょっと散ってる感じだよね。今からじゃないよねこれね、今からなんかな、わかんないこれ今からなんか、まあ、どっちでもいいか、もう終わっとるしもう終わっとるし、ええよな。そう、まあ何にしても綺麗だったな。なんかほんと車がいっぱい止まってて、で親子連れとかがなんかあの小さいブルーシート敷いて、で座ってのんびりしとるパターン結構いた、うん、いいよね。なんかでなんかこの辺とかもさ結構馴染み深いというか、割となんか若い時からたまに通ったりするようなところだったからさ、なんかしかもこの時期じゃん、4月前、まあ3月だけど4月くらいのこの入学とか卒業とかのさこの時期でちょっとあったかくていいよね。なんかいろいろ思い出すよねこういうところ行くとね。でタンポポとかも咲いてたりしてほんと平和な感じでよかった。なんか田舎のさ、なんか何の変哲もないような場所にある桜っていいよな。なんかほのぼのする、なんかその特別それ用に、あ、まあそれ用に植えたんかどうかわかんないけど、まあ、ここ、まあ、集中的に桜がある道ではあるんよ、うん、まあ、でもなんかこの日常に溶け込んでるというか、その感じがいいなと思って。ここの道がなんかずっとちょっと長めでさ、長めになってて、でこの桜があるところとかがちょっとなんか座ったりしていいんかどうなんか知らんけど、みんな座っとるわな、うん、まあでもなんかもうそういう場所になっとるよね。毎年やっぱり人がおるわ。なんか他のちゃんとしたところとかだとさ、やっぱ混んでたり駐車場代かかったりとかいろいろするじゃん、まあ、そんな中気軽に楽しめるスポットとして人気があるんじゃろうな。マジでこの神鍋付近のさ、もう何もない感じっていいよね。昔神鍋とかほんと何もなかったけど、なんか最近じゃないな、もう富士グランとか立ってもうかなり立つけど、富士グランもなかったからね神鍋ね。じゃあ港南とかもなかったし、そう、何があったんだっけ、あの時普通に更地だったんかな。なんか富士グランのところのさ、多分ずっと空き地だったよね、あっこで。なんかなんていうん、塀というか、なんか中があまり見えないようになってたような気がする。
で、あそこに富士グランができたんじゃって結構前に思った気がするね。でも本当前よね、多分もう富士グラン立ってどんくらい経つのかわからんけど、この写真のところからそのカンナベの富士グランまでどんくらい、車だったら10分くらい、そんなかからんかな、かかるかかからんかくらいな、多分そんなもんにな。そう、でもこの辺のこの写真撮ってるこの辺の雰囲気は変わらんからいいよね。なんかまた気が向いたらこういうところも撮ってみようと思います。今回桜メインでね、この日回ってたんよ。他にもまた動画出すと思うけど、桜撮ろうと思ってで巡ってて、でその中の一つのスポットみたいな感じで一個ずつ紹介していこうかなと思って、もう時期がかなり過ぎてるからさ、今更ではあるんだけど、ちょっとこの感じで出してみようかなみたいな気が向いたんで、気になる人はまた見てください。来年の桜の参考にもなるかもしれないしね。はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。